まさかあのニコッチを鳴らせる子が出てくるとはびっくりやね。本当にニコったらずいぶん嬉しそうだったわ。あの子と一緒にニッコニッコニーの練習をして分かったの。この子は一つやると決めたことは絶対にやり遂げる子なんだって。そうやね、ニコッチに認められたい、ニコッチのサポートをしたいっていうあの子の気合を感じたよ。ああ見えて意外と根性があるのね。ニコがこれからもビシバシ指導してあげるわ。こらこら、指導するんじゃなくてニコがサポートしてもらう立場でしょ。まあそうとも言うけど、二人であれだけニッコニッコニーの練習をしたんだもの。これからのステージもきっとうまくいくわ。鬼に金棒、ニコッチにニッコニッコニーやん。二人とも勘違いしたらダメよ。何か？あれはあくまでやる気を試しただけ。ニッコニッコニーだけじゃステージは作り上げられないんだから。確かに今までだってニコたちは楽しくって最高のステージをやってきたつもりよ。そこにわざわざ手伝いで入ってくるんだもの。今まで以上の最高のステージを一緒に作らなくちゃいけないの。あの子にとってもニコたちにとってもハードルが高い挑戦になると思うわ。ニコ、そうね、ニコの言う通りだわ。それでもあのことなら乗り越えられると思うから。そこまで言ってもらえてあの子も幸せ者よね。ニコとあの子の間には絆があるのよ。あの子がニコのことを信じてくれたように、ニコはあの子のことを絶対に裏切りたくないの。だからニコたちも頑張りましょうね。ニコのステージにかける情熱はさすがだわ。私たちも見習わなくっちゃ。これはニコッチだけの挑戦じゃなくてうちらにとっても挑戦やね。任せてニコ。勉強にも同じくらい力を入れてくれたらもっといいんだけど。逃げた。もう。でもよかったわねニコ。